大天狗は、強力な人通力を持つとされる天狗である。様々な諸説があるが、善悪の両面を持つ妖怪もしくは神とされ、優れた力を持った仏装、修験者などが、四五大天狗になると言われる。そのため他の天狗に比べ強大な力を持つという。大天狗の姿については、他の天狗に比べてより長い花を持つ、花高天狗半人半長で背中に翼を持つ、 カラス天狗などが最も多く、その他、太平記などに出てくるストク上皇は金色の飛びとして登場し、またナチ滝本全希望のように鬼が苦行を積み、大天狗となる場合などは、鬼の姿で表現されたりもする。また、人間と全く変わらない姿で登場することもある。中世以降、天狗は大魔王などと呼ばれ、天狗は天狗道に落ちているがゆえ、 不老不死とされ、千人のごとく様々な豪を発揮し、仏教に障害を試み、ものによっては国家を揺るがす、大妖怪とされるようになる。国家を揺るがすほどの天狗でなくとも、天狗の好きなものといえば、秋の夜の長物語に曰く、消防、辻風、恋境、論の相撲、白川鉾の空ンチ、大和南都の御子しぶり、御山の僧の問答とされ、 特に天狗の起こす消防、騒乱は脅威とされた。仏教経典の中に天狗は出てこないと言われるが、実は少数ながら経典の中にも天狗は出てくる。消防年度頃今日には、ざっとこんなことが書かれている。天神天女が山中で陥楽を尽くしているところ、突然空中に強烈な閃光が見えた。天神天女が恐れようののいて、 十下や石窟に隠れていると大天狗が降りてきて、天人たちにどんどん近づいてくる。しかし天狗は突然空中から姿を消し、どこかへ行ってしまう。山師天の王は、我々の住むさらに上には、土塗天という素晴らしい世界がある。その土卒天が天狗によって一瞬のうちに焼き尽くされた。その光炎を我々は見たのだと語る。ここでの天狗は、 天上世界を焼き滅ぼす凶悪な存在でアシュラなどと、同様日書店に害をなす存在として語られている。巨人といえばダイダラボッチ、もしくはオ太ブトの伝説が有名である。巨人の足跡とされる池や沼が、各地に残り、また山とを作ったとされる伝説があるが、天狗の中にも巨大なものが存在する。相撲好きな秋田の三好神、島の噴火を内輪で仰ぎ噴火を止めたという、 南海洋が島の小だら三王、三重美、三王等が巨大天狗とされる。群馬県春名湖藩の出島一木子んは、昔、春名の天狗が春名富士を富士山以上の鉱山にしようと、大地を掘って山上に盛り上げていくうちに、いつしか夜が明けて、通力を失い。チェットばかりに投げ捨てた最後の一木子の土が、一木子山で掘り下げた土の跡が春名湖だという。 天狗丹の中でも、ストク上皇の話は有名である。方言物語、右月物語などの軍記物語では、ストク上皇は、日本国の大蔓延となり、皇を取って、民と、なし、民をすめらとなさんと、自らの舌を食いちぎり、その血潮で大上行に、図祖の正門を記し、海底に沈めた。死後は、怨霊、天狗となって、人間界を荒らしたとされる。 ざっと紹介すると、毒の息で都に薬病を流行らせ、貴族や大臣を病気や死に追い込み、延暦寺の豪祖、死死型にの陰謀などを引き起こしたとされ、暗厳の大化も別名、太郎消防とも呼ばれ、ストク上皇が起こしたとされる。この際、ストク上皇に恐れをなした、後白河上皇やその側近たちは、これを鎮めるために、ストク院の名を送り、頓昇寺を建てるなどをしたが、 その甲斐なく病状は日増しに重くなりついには崩御してしまう。現在、ストック上皇は白峰神宮に祀られている。王政復古の時に、孔明、明治両天皇がストック上皇の怨念の発言を恐れ、神として祀り上げたためである。縁の行者は、日本の主言道の始祖にして、山岳宗教を打ち立てた美祖である。縁の行者の業績については早く、 日本書紀に記載され、続いて、日本礼域、根尺物語と、彼の山岳修行の厳しさと、無双の人通者であることが記載されている。受験を得てからの行者はほとんど、山を住みかとして、の実を食し、この葉を行きとし所山をめぐり、カツ山では、山の神一言渋江を刺激し、河内生駒山では二期を尺伏し、大峰山中では、前期、五期を従え、 雲に乗る。水をくぐるは、もとより、その通力は、止まるところを知らなかったという。行者の真意と数々の受言は、国史の上でも認めるところで、完成11年、新編大菩薩の死後が送られており、また吉野熊野を結ぶ、山伏の峰入道を開いた業績が、多くの抜流を生み、彼の奇跡と伝説をより荘厳なものとしている。 そのような華々しい業績を残している業者だが、彼は大天狗の一蓄としても数えられている。石槌山法希望がその犬名である。縁の業者の大天狗とあっては、いかなる妖怪、魔界の類も伏せざるを得ないだろうとして、天狗の中でも別格とされている縁の業者ではなく縁の業者の死であるという説もある。こちらの場合でも、縁の業者の師匠ということで絶大な霊力を持つと、 され、やはり別格扱いされている。このように大天狗となる者の,の中には、その前世に優れた業績や、霊力や呪力を持つとされていた人物が少なくない。そしてそうした事実が、人々の心にあった天狗の核を挙げていき、害をなす天狗に至っては大魔王として扱われるようになったのである。原平清水期の後白河法王と、 住吉大宮との天狗門道に、もろもろの知者学賞の、無動神甚ははだしいものが、死んで天馬という鬼になり申す。その頭は、天狗、身体は、人神にて、翼が生えており、前後百年のことを予知する通力を有し、空を飛ぶことはやぶさのごとく、僧侶なれば、地獄には落ちず、無動神工場もできず、魔界の天狗道に立つ。無動神の僧。 高慢の学章は皆天馬となり、天狗と呼ぶ、とある。加えて、大地の僧は大天狗、小地の僧は小天狗になることも語られている。ただし、僧のみが天狗になるというのは極論だという意見もある。斜石集の中では、天狗ということ、正教の確かなる分見えず、戦徳巻と釈セルニア、日本の人の言いならはしたるなりとある。経典に、 天狗のことは一文も書かれていないのにどうして僧侶ばかりが天狗になるのだという講義である。ちきりひかり祭は天狗の研究内で僧侶の中から天狗に化けたものが多いことは認めるが、高慢像だけしか天狗に化けらないというのは行き過ぎだと断定している。実際、太平記に登場する大天狗たちは僧侶以外の鬼人や武将も大天狗と化けており、しかも傲慢。 満身によるものではなく、前世の悲運を呪って、大天狗と化している。また、縁の行者など、幾人かの優れた主言者も大天狗となっている。天狗になる者の,の多くは、屍海天狗であるが、中には生きながら、天狗になったと伝えられている者も,もいる。仙人界においては、屍海戦は生きながら、仙人になった者より下に見られることがあるようだが、天狗界には、 そのような差別はない。天狗の中でも大天狗、または力の強い天狗が持つとされるうちは、ハウチワ自体が強力な通力をユースとされる。自身か、もしくは、剣族の羽を献上させハウチワにすると言われる。ハウチワ一本で、飛行、縮みち、分身、変身、風雨、火炎、人身、尺等盗難でも自由自在だという。また、 ただ持って座っているだけで、妖魔退散の効果があり、時には武器と同じように、悪獣悪鳥等に打ち付けて使うこともあるとされる。このように、様々な奇跡を起こすとされるうちわであるが、特に恐れられたのが、天狗によって起こる火事であり、天狗のうちわは火を煽り、火星を強め、自在に操るために使われるものと信じられてきた。そのため、天狗を祀る神社では、 天狗が火事を起こさないように火伏せの神として祀られていることがある。天狗の葉内輪の羽の数は奇数で束ねられ11枚とされるが、舎児によっては9枚、13枚などとされているところもある。なお、天狗を祀る舎児の幕門には内輪の形をしているものが多いが、そのほとんどは白の葉の門であり、天狗の葉内輪とは関係がない。 天狗の打ちはと混同されがちなので注意が必要である。また、余談ではあるが、八つ手の刃には、天狗の打ちはという別名がついている。八つ手の刃にも魔よけの効果があるとされるほか、姿形など打ちはと類似点が多いために、このような別称が付けられたと見られている。しかし、天狗が持つとされるのは、あくまで天狗の羽で作られた打ち和であり、八つ手の葉を持っているわけではない。 京都安倍寺に現存する、かのもと作、クラマ大僧侶坊主は、日本で初めて創造された大天狗の姿であるとされている。しかし、口述するように姿形そのものは初めてというわけではない。それまでの天狗の姿というのは、ほとんどは、カラス天狗の姿であり、大天狗も小天狗も姿による区別はなかった。この、クラ大僧侶坊主に描かれた大天狗は、 カラス天狗とは異なる要望をしており、従来の天狗とは一歩出た、大天狗のイメージとして所山に広がっている。そういうわけで、俗に花高天狗を大天狗、カラス天狗を小天狗と呼ぶことがある。しかし、イーズナ系の大天狗や、クラマ大草上坊図、以前の大天狗を、はじめ、依然としてカラス天狗やトビなど、花高天狗以外の要望を残している、大天狗も少なくないため、 すべてのカラス天狗を小天狗とするのは古代である。また、クラマ大僧女坊図、以前の天狗造子の三井時間には、花の高い天狗が描かれている。比叡山のある学僧がなった天狗であり、大天狗という表現はない。このような例もあるため、すべての花高天狗を大天狗とするのにも注意が必要である。天狗造子に記述される、天狗の長老とは、一辺承人を指し、 空から花を降らせ、死運をたなびかせる術を起こし、民衆を境内させ、果ては尿まで薬だとありがたせたため、天狗の長老と呼ばれたと記述される。これは、当時、一辺の教えが、仮想民衆の間に熱狂的に受け入れられたことに、対する多衆の反感の現れでもあった。現在一般的に描かれる花高天狗の姿は、一説には、 かの元信が描いた姿が広まっていると言われている。しかしこの姿は元になったものがあるだろうと考えられている。なぜならば、ク馬大僧上坊主に描かれた大僧上によく似た姿の神や面や図像がすでに相当数存在していたからである。まず有力視されているのが、義学で使われる義学面とされる説である。義学は、アスカ時代に、 中国から伝えられた仮面劇で奈良時代をピークに各寺院が専属の演者を抱えるほど盛んに行われたが使われた面には花高で西域個人の顔形をしたものが多い。春道は赤ら顔で花が高く花高天狗と非常によく似ている。水光王水孔獣なども花高で西域個人の顔形である。北村新武氏などは大天狗のモデルとして 科学の孤特面ではないかという説を唱えている。それに加えて、千切り祭は、顔の集会者では、抜刀面、おさめ総理面の方が、天狗に近く、蕎麦者面、乱量面、荒女なども、一脈天狗に通ずるものがあると指摘している。花高天狗の要望の由来としては、他に、日本神話の猿田彦人の影響とする説がある。日本初期には、 鼻の長さは七あた、背は七尺余り、唇はツヤツヤと明るく光り、目はヤタの鏡のように大きく丸く赤かったとある。神楽の仮面などでは、花高の猿の要望であるが、猿多彦を表す面として、天狗の面をそのまま用いることがあるため、猿多彦と天狗は同一視されることが多い。ただし、猿多彦と天狗の同一種は中世以降の浸透化が、 唱えた説に過ぎないとも言われている。また、図像分析の知見から、天狗は発生初期においてすでに鼻高になる要素があったとする意見もある。というのも、天狗というのは変身術の達人でもあるわけだが、カラス天狗から人身へまたは人身からカラス天狗へと変身する過程で鼻高になった事例が散在するためである。なぜ変身の過程で鼻が伸びたかというと、 人間の花が、カラス天狗に変化する過程で長い花となりやがて、くちばしとなる。つまり、天狗の長い花とは、くちばしの名残であるという意見である。これらの花の高い天狗を描いた図は、ク馬大草上坊図に先行するため、元の文が大天狗の姿を想像するにあたって、参考にした可能性が指摘されている。日本を代表する八天狗は、であり、 さらに別格の石月さん法規模を加えることもある。天狗の中でも、江戸時代中期に書かれた、密教系の祈と秘教、天狗行に登場する48天狗は有名である。天狗行に書かれた48天狗は、以下の通りである。棒とつくと、天狗の個体名として捉えてしまいがちだが、これは山に当てられた名であるため、天狗の地域的集団名と捉えた方が良い。つまり、 基本的に48天狗とは、大天狗の住みかと、大天狗と、眷族たちの集団名を表しているといったところで、ある。五福島三希望で例えると、住んでいる山が、五福島、天狗集団名が、三希望そして、それを率いている、大天狗が追徴鬼神、マラ騎神、自魔湯騎の三天狗という具合である。歌川国吉が、牛若丸相乗坊随武術各図加栄四年。 倉間山にて大天狗の倉間山荘消防から武術の手ほどきを受ける源義四48天狗の中には、引いている大天狗の個体名まで判明していないものも多く、そういった天狗は48天狗の名で語られることがある。中には、集団名と個体名が同じものも存在し、引いている天狗がさらに強力な天狗に変わる場合もある。 また48天狗を個体名として捉えてしまったまま、研究、説話が伝わってしまうものもあるため、特に同じ地域において、天狗とその残した行跡、伝説がごちゃ混ぜになりやすい。例えば、倉間山僧消防である。倉間山を支配する魔王大僧城と呼ばれる天狗と、牛若丸に武術を教えた天狗は別天狗であると、されるが、 四十八天狗名ではどちらも倉間山僧、昭亡のため同一視されることが非常に多い。俗に、花が高い天狗を大天狗と呼び、鳥の姿をした天狗を小天狗と呼ぶことがあるが、四十八天狗の中では、飯綱三郎、秋葉山三尺坊などは鳥の姿をしている。これは、飯綱系天狗の大元である、飯綱権念が花高天狗の姿に変えられようとしたとき、 それに親しんでいた信者や、郷土史屋などから苦情を受け、カラステングの姿を残したためである。ありがとうございます。